こんにちは、大八郎です。今回はですね、現代美術二等兵藤原勝人原型制作監修とカプセルトイの、会社のソータですねのコラボレーションの博物モデリングクラブに35分の1アーケロン骨格、全4種ブラインドボックス版です。全4種と、ソータオンラインショップで購入いたしましたので、限定カラーとポストカードですね、ポストカードも、ついてきました。では開封していきたいと思います。はい、全部ね取り出してみました。こんな感じで入っております。この方ですね、藤原勝人さん、代表とソータのコラボレーションでございます。チッコアイボリーグレーと、ここに載っているのがドライブラシーですね。裏には組み立ての説明書が書いてあります。はい、で、開けた順番なんですけども、この箱の並びとこの4つの並びは一緒でございます。だから右手前がチッコ、左手前がドライブラシ、左奥がアイボリー、右奥がグレーですね。でこのグレーがカプセルトイ版やとブラウンとなっております。でこれとこのね、サッシが入ってるのと、あとね全部に一つずつこんな感じでね、名札みたいなのが入ってます。あの博物館でね、置いてあるあの名札ですね。はい、白亜紀北アメリカの内海となっております。さあでは一個ずつ開封してね、組み立てて見ていきたいなと思います。はい、ではですね、ブラインドボックス版の全4種は組み立て終わりましたので、こちら、ソータオンラインショップ限定の、アーケロン特別カラーバージョンを作っていきたいと思います。まずは甲羅を2つ合わせます。でここはね土台になっている部分ですね、こちら側が後ろです。で組み立てはねこれ全部一緒になってますんで、前足前のヒレですね。はい、こんな感じで、いやーめちゃくちゃかっこいいですよ。想像以上にですね、やっぱりね大きくてめっちゃいい感じです。いやもうねちょっと早く近くで全部見ていただきたいんですけども、組み立てはね簡単にできますんで、こんな感じでベースができましたね。で本来は顔顎の部分、唯一今回稼働するのがこの部分です。はい、口の部分だけですね。あとはね一応はめ込むところの形が決まってたので、ボールジョイントみたいなんではないんで、動かないと思うんですけども、で説明書なんですが、先にねこの骨とこの首、これを先にくっつけてからこう甲羅をつけてこれ通してっていうのがあったんですけども、これね先にこうあの顔をつけないで甲羅にまずこの骨をつけてですね、でここをねくぐらせないとダメなんですよ、これ。でくぐらせてから、甲羅につける部分が前後2箇所ありますんで、土台と甲羅をつけます。こんな感じですね。はい、すごいかっこいいでしょうこれ。で、最後に顔をつけるって感じですかね。これをね、顔を先につけてから この 手の届かないところにね、あれはめ込むところがあるんで、つける難しいと思いますので、これ逆にした方がいいと思います。で、最後にですね台座をつけて、完成となっております。では一体ずつね見ていきたいなと思います。はい、ではまずドライブラシですね。ドライブラシのアーケロン、いやもうね触ってと思ったんですけどね、結構柔らかい素材でできてます。この甲羅のところ以外はですね柔らかい素材でできてますんで、口はね全部開きます。もうね色というよりもねこの造形ですかね、めちゃくちゃかっこいいですよね。めちゃくちゃちゃんと、骨格としてね、いやめっちゃいい、最高ですねこれね。白亜紀に存在したというね史上最大のウミガメなんですけども、この時点でもうカメですよね。もう完全にこの形、いや本当にすごいなと思いましたね。生命の神秘といいますか、進化といいますか、いやーすごいなー。
次はアイボリーです。アイボリーはこんな感じの色合いとなっております。これもいいですね。綺麗です。めちゃくちゃ、まあ、完全な白ではないんですけども、いやー綺麗綺麗でね、僕が今回購入したきっかけはやっぱりこのデザインと言いますからこの骨格の造形ですね。これがすごいいいなと思ったんと、あともう一つはね、大きさなんですよ。これがね、ちっちゃかったら僕購入してないんですけども、ちなみにこれ、長さね、頭から尻尾までだいたい13センチあります。13センチカプセルトイレとめちゃくちゃでかいと思うんですけども、これがね僕は決定打になりました。はいはい、次は窒光バージョンとなっております。まあ、窒光バージョンはねやっぱり光らせてなんぼというのがありますが、こんな感じですね。光る前はちょっと光るかな、やってみましょうか。めっちゃ綺麗めちゃくちゃ綺麗に光ってる。はい、こんな感じです。素晴らしいですねこれ。いやーすごいわ。あ、撮れた。はい、次はグレーです。まあ、グレーと言いますかね、ちょっと青みがかってますんでね、そこまでグレー感はないかなと思いましたね。はい、あの潜在写真でもうちょっと黒っぽいかなと思ったんですけども、はい、こんな感じ。まあちょっと暗めの色ですね。はいはい、こんな感じです。でこれが、ブラインドボックス版の色で、カプセルトイ版だとこのグレーがブラウンとなっておりますんで、はい。で、最後ですね、ソータオンラインショップでこのアーケロンのブラインドボックス版を購入すると特典でこの限定カラーのアーケロンがついてきましたんで、こちらをね見ていきたいと思いますが、もうかっこいい。でもこれだけねダントツでねこの塗装が違うんですよね。ちょっと金属感と言いますかね、いやもう素晴らしいですね。まあまあこれがあるから僕はちょっと今回はソーダのオンラインショップで購入したんですけども、めちゃくちゃかっこいい。これは良かった、購入して良かったと思います。いやめっちゃかっこいいですね。はい、ではですね、この前後紙使って、ターンテーブルで回していきたいなと思います。いってみましょう。行かれたでしょうか。現代美術二等兵とソータのコラボレーション博物モデリングクラブに35分の1アーケロン骨格を開封していきました。で今回ですね、ソータオンラインショップで購入したブラインドボックス版の全4種で、購入特典の限定カラーアーケロンの骨格1種の5種となっております。でカプセルトイ版だとね、このグレーの色、これですね、これがブラウンとなっておりますのでご注意ください。いかがですか。やっぱり僕はね、この大きさですよね。この大きさがあったからこそのこの、
良さがねすごく出てるんじゃないかなと思います。もう思った以上にめちゃくちゃいいですよ。本当に博物館、本当に博物館かなと思った。このね、あの名前とかのこの学名とか書いてるやつ、もうこれつけてくれるとかめっちゃありがたいなと思いましたね。ね、思った以上に良かったのがね、蓄光バージョン。これやっぱ中身も見えるっていうことでね、めちゃくちゃいいなと思いました。で、大きいからね、迫力もやっぱりありましたしね。いや、とても良かったなと思いましたね。いや、どの色もね、ドライブラシとかも、アイボリーもね、すごく良くて、なんか質感がね、すごい、どれも変わっていいなと思いました。で、やっぱりね、限定カラーのこのアーケロン骨格、これが僕やっぱりいいかなと思いましたね。はい。いや、これは素晴らしいですよ。だからこれはね、うん、どれもね、いいなと思いましたね。いや、これは本当、うん、やっぱりこの大きさに、驚いてほしいなと思います。いや、とてもいいフィギュアでございました。はい、それでは今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。